一番その移籍を決めたきっかけの大きなものとして、さっきのその成長するためっていうのももちろん大きいんですけど、僕その今年の最終戦がその松本山雅だったんですね。で敵地だったんですよ、アウェーで。で僕いつもその試合始まる前にウォーミングアップの前にスタジアムを一周するんですね。その時にもうアウェーの選手もみんな老若男女みんなこう手振ってくれたんですよ。なんかそれを見た時にすごいこの松本の方々はこのサッカーを愛してるんだなというか、この敵味方関係なく本当に純粋にサッカーが好きだったりとか選手が本当に好きなんだなっていうのをすごく感じて、この愛されてる松本山雅っていうチームがあって、そこに僕は惚れたというか、